皆さんこんにちは、ビーレジェンド岡田氏です。今回はダンベル弁当オーバーローの解説をしていきます。大まかなやり方としてはバーベルを使った弁当オーバーローと一緒なので、そちらを見ていただいても大丈夫なんですけども、バーベルと、ね、ダンベルの違いもありますので、それも踏まえながらね、改めてダンベルで弁当オーバーローのやり方解説していきたいと思います。足幅なんですけども、だいたいね、まあ、両足がこう腰骨の真下に来るぐらいの足幅を取っていただいて、つま先の向きは両方ともまっすぐ平行にしていただくか、やりやすければ軽くハの字に開いていただいてもいいです。どちらでもやりやすい方を選んでください。で、ダンベルを持っていただいたら、お尻を後ろに引いて行ってですね、ちょうどルーマニアンデッドリフトの一番下まで下ろしたですね、ボトムの姿勢を作ります。背筋を伸ばしたままお尻を後ろに引いていって、軽く膝を曲げた姿勢を作りますね。これが一番ボトムの姿勢、重りを下げた姿勢になります。ここからグッとダンベルを引いて下ろして、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 という形でやっていきます。で、注意点としてはまず腰が丸まらないことですね。腰が丸まってしまうと背中に効かないどころか腰を痛めてしまうリスクが高くなるので、背中が丸まらないようにしっかりね、背筋を伸ばしたままお尻とハムストリングでしっかり体の姿勢を支えると。で、そのままお尻とハムストリングで姿勢を安定させたまま動作をするようにしてください。そしてですね、このダンベルの特徴として、ダンベルの、ね、角度を自由に変える、軌道を、ね、バーベルよりも自由に変えやすいということがあります。その特性を生かしてですね、若干ですけども重点的に刺激を加える部位を変えることができるんですけれども、肘を張って高めのところ、バストップあたりにの高さで引いてくると、僧帽筋の中を中心に刺激を与えることができます。そして逆にニュートラルグリップでもいいです。脇をしっかり締めて股関節に向かって引いてくると、今度はこちらの広背筋ですね、そちらの方により刺激が来るようになりますので、その辺を使い分けてみるのも、面白いと思います。ちょっと工夫してみてください。ちょっとやってみますけれども、肘を張って上の方に向かって引いてくると、より僧帽筋の中央とか、あとは三角筋の甲リアデルトなどによく効きます。で、逆に脇を締めて股関節の方に引いてくると、広背筋にね、より刺激が来るようになりますので、工夫してやってみてください。今回はダブル弁当オーバーローのやり方を解説しました。他にもね、何か解説してほしい種目がありましたら、ぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。